ね、なかなか本音で語れない世の中なのかもしれませんよね。かたやね、幼い子供っていうのは、うちの子もそうですけども、うん、語りたいことが語れないんですよね。体の中に意思ってのはあるわけですよ。意思はあるけども、その意思と他者に伝えるべきね、言葉とどう組み合わせればいいのかわからない。何を選んでいいかわからない。だから表現がいつも大体同じになるんですよ。まあ今ではなくなりましたけども、もうちょっとちっちゃいね、1歳ぐらいの子供だったら、何か表現しようと思ったら、泣く一択なんですよね。でも、泣いている姿から受け取る方が受信力と展開力を広めていって、あ、これは暑いんだな、寒いんだな、おむつなんだな、ミルクなんだなっていうことを汲み取っていかなくちゃいけないんですよね。でも、わーっと泣いてる時に、その展開力や受信力がない人が、その直面すると、ミルクあげて、ミルクいらないって言われたら、なんでせっかくミルクあげてんのにミルク欲しいんだろうみたいな感じで、そこで押し問答が始まって、で、子供は全然分かってもらえない。そんなこと言ってんじゃないのにっていうのと、それを見ている大人の方は、せっかく泣いてるからミルクあげようとしてるのに何言ってんのこいつみたいになって、どんどん、なんかね、子育てが苦手、嫌になっていくみたいなことがあるのかなと思います。でもこれね、言葉が使えるようになっても、結局変わらないんですよ。その言葉の意味を汲み取って、受け取って、展開する、この力がね、受け取りでなければ、発信者が悪いっていう風な発想から外れないんですよ。まあですんで、まあ私の動画も、吉田さんの動画もそうですけども、本音で語ってると思うんですよ。本音で語ってるんだけども、でも受け取り方が下手だったら、その本音すら受け取れないわけですよ。うん、だから基本的にね、素直であるってのもすごく大事なんですけども、言葉をその通りに受け取るっていう部分と、その言葉の展開した後の意味を汲み取る力っていうのがね、両方いるんだろうなと思いますよね。だからやっぱこう、私がね、こう、情報発信していて、すごくこう、いいキーワードだなと、自分で思っているものの中に、この展開力っていうのがありますよね。同じ10文字の言葉の中から、こっちの人はこう受け取る、こっちの人はこう受け取る。まあ、いろいろ受け取り方はあるんですけども、例えばね、おはようございますって言ってもね、おはようございますだけじゃなくって何を受け取るかですよね。それは相手に対してのおはようございますなのかもしれないし、たまたま機械的に会ったから言ってるのかもしれないし、それとも昨日とは違う気持ちで、あ、今日から生まれ変わりたいなって気持ちでおはようございますって言ってるのかもしれないなって。一つの言葉でも、なんかその全然違う受け取り方、これをね、どのぐらいできるかっていうのが、まさに情報発信者たるところの情報受信のスキルになってくるのかなと思いますね。だから Google に制限食らいましたけども、その制限からなんだよ Google わけわかんねえなみたいに言って終わりじゃなくって、あ、なるほど、多分この動画のこういうところなんだろうな、ああいうところなんだろうなっていうふうに攻めつつも、ことせんにね、金銭に触れないような表現をしていくっていう、まあ情報発信で鍛えられてるかなってとこですね。いってらっしゃい。